デートかもしれないし。違うって、婚約者いるんだからさ。じゃあ独身最後のデートってやつにしちゃう？それロマンチックじゃないですか。俺も男だよ。いいなら遠慮しないから。ずっと好きだった。私も隠さないで、全部見せて。綺麗だから。さんって、なんていうか、やってるかどうかなんて私に分かるか。自分で確かめろ。どうやって？その子曰く、男性は疑われることを嫌うという。おはよう。おはようございます。だからそれとなく鎌をかけて聞き出さなくてはいけないらしい。おはよう。おはようございます。この後ハワイとの打ち合わせ参加してもらっていい？あ、はい、かしこまりました。お願い。はい。それとなく昨日の夜は何してたの？電話出ないでセックスしてたのって。おはよう。おはよう。昨日電話くれた？なんかあった？さあ聞くんだ。電車大丈夫だったかなと思って。電車？私が帰った時結構混んでて、すんごい混んでて、だから上坂さん、ちょっとそんなに見つめないでくださいよ。惚れちゃいそうになるじゃないですか。ある人から天城チーフには手を出すなって言われちゃってて。お前。ああそうそう、上坂さんに確かめたかったんすよ。なんだよ急に。恋してますか？みんなの噂になってますよ。何の話だ？デートしてたらしいじゃないですか。あ、言い訳は無理です。適齢期の美男美女が二人で歩いてたらそれってもうデートですから。まさか私たちの関係がバレ始めてる？誰と？天城チーフのお客様だよねー。デートなわけないだろ。だってみんなが言ってますよ。みんなって誰が？あ、俺そんな口軽くないんで言えませんよ。彼女は高校の同級生だから。ちょっと上坂君、お客様に手出さないでくれる？それこそ営業妨害ですからね。俺もそこまでバカじゃないって。でも相手は長年思い続けてきた初恋の人、志保さんだ。
疑念を抱いたまま火曜日を迎えてしまった。今日こそ聞いてやる。どうぞ。どうしたの？いや別に。顔見せて。顔を見てしまったらきっと何も聞き出せなくなる。今日顔ひどくて、クマとかすごいし。俺今日はずっと背中見つめてればいいの？だって落ち着く。幸せだ。でもモヤモヤが。あのさ、最近涼しくていい天気だけど、どっか遊び行った？志保さんと会ったの？とはストレートに聞けない。何その質問？会社のアンケート？違う、世間話だよ。世間話か。たまにはいいな。俺たちそういう会話全然してこなかったから。うん、本当だね。遊びに行ったとこか。あ、電気屋に行った。え？電気屋？だけ？本当に？だけってなんだよ。俺結構好きなんだけど。ごめん、私も好き。生活家電売り場が特に？俺も。あそこで半日過ごせる。え？半日はないでしょ。うん、持った。天城さんはどっか行ったの？私もどこも行ってないかな。行ってないのかよ。何の世間話だよ。ごめんなさい。ただ志保さんのことを探りたかった。じゃあ今度二人でどっか行く？本当？本当。どっか行きたいとこある？そこ一緒に行こう。動物園。動物園？ダメ？いいよ。じゃあ来週の火曜は？ああ、上坂君仕事か。大丈夫。天城さんの休みに合わせるよ。本当に？本当。約束。顔を見たかった。どこもひどいとこなんてないけど。
ついにこの日が来たの。ベッドやっとパズルも揃い始めたわ。わ、何かいいことは？お肌ピカピカ。私は好きな人とデートするの。春が来た、冬を目前に。春が来た。人生ってそんな甘くないですよね。結婚をなめてたのかも。今までのことは白紙に戻していただけますか？もちろんカウンセリングの段階ですので、もしよろしければ何があったのか聞かせていただけますか？実は彼と一生添い遂げる自信がなくなってきちゃって。経験上迷われてる方をたくさん見てきました。飯野さんの気持ちが一番大切だとは思いますが、結論はじっくりと考えてからでも。わかりました。もう少し話し合ってみます。急なのにお時間いただいちゃってすいません。でももし結婚するなら天樹さんにお願いしますから。ありがとうございます。これ渡しておいていただけます？上坂君のなんです。承知いたしました。渡しておきます。この前いろいろと相談に乗ってもらって。あ、でも上坂君はこの件とは関係ないですから。ご心配なさらず。彼って昔からすごく優しいんですよね。辛い時呼び出したらわざわざ一晩中一緒に。それ以降の言葉は耳に入ってこなかった。それでは気をつけてお帰りくださいませ。私は現実というものを知った。あれ、どうしました？上坂君呼んでもらえる？お客様からお預かりしたものがあって。あ、はい。上坂さん。あ、もしかしてその同級生ですか？どうした？これ渡してって言われて、お客様から。わざわざありがとう。大丈夫、気にしないで。上坂君が他の誰かと何をしていようと、口を出すことも問いただすこともできない。私たちはそれだけ希薄な関係なのだ。誤解しないでほしい。何が？あの夜飯野さんが酔ってネクタイにお酒をこぼして。やめて。私なんかに言い訳する必要ないから。あるんだよ。志保
ちゃんのこと忘れられないんだ。飯野さん。嘘。彼って昔からすごく優しいんですよね。辛い時呼び出したらわざわざ一晩中一緒にいてくれたり。話して。ごめん、なんか無理。俺に触れられんの嫌になった。違う。檜山さんならいいの。上坂君だって私より飯野さんの方がいいんでしょ。天樹さん、俺大丈夫？何かあったの？ちょっと疲れちゃって。上坂君のことで悩んでるんでしょ？え？いや、同級生が登場しちゃったしね。人気者の噂の回りは早いよ。まあ天樹さんと上坂君の態度見てたら気づくけど。私たちそんなんじゃないです。え、じゃあ俺がまた天樹さんを誘ってもいいってこと？上坂君のこと好きでしょ？じゃあ俺のこと利用しなよ。辛くて甘えたい時とか相手の気を引きたい時とか俺のことを使ってくれたらいいし、もし二人がうまくいったらきっぱり諦められるから。そんな。とりあえず今は相談相手として俺を選んで。さっき天樹さんに会ったよ。苦しめるなら俺にちょうだいよ。って人めっちゃいい人じゃん。そうなんだけど。え、どうしたの？思春期の男女が二人っきりで一晩過ごしたらどうなる？やってる。痛そう。じゃあ適齢期の男のネクタイを女が持ってきたら？やってる。頭割れたんじゃない？だから深入りするなって言ったのに。その子、恋って苦しいね。うん、やっと知ったか。こんな苦しいなら恋なんてしなければよかった。っていうか相手は既婚者でもないんだし、責めればいいじゃん。だって志保さんが振り向かせればいいじゃん。
無理だよ私には。気持ちぶつけてみたら。どうやって。今すぐにでも会いに行くんだよ。火曜日が会えないもん。はあ、好きならそんなルール関係なくない。私はやってまいりました。覚悟を決め。どうした。気持ちを伝えに。ごめん突然。とりあえず上がりない。私荷物届いたんじゃない。ああ、うん。はーい。人生って本当に甘くないですよね。話したくない。俺とならずっと笑っていられるよ。私は先に進む。